今回は東京の麻雀サークル、たくみに参加してきます。10年以上続いているコミュニティがあります。僕がポーカーでマカオに行く前は、よく参加して麻雀を楽しんでいました。コロナになってからしばらくお休みだったんですけれども、今回は久しぶりに開催ということで参加していきます。麻雀ガチ勢が集まるんですよ。プロの方だったり、ネット麻雀の講談社とか、現役の雀荘メンバーですね。では、今から東京に行ってきます。東京でもね、ゲストがあるので、それでは動画の方をどうぞ。新宿駅東口に着きました。セットを行う雀荘に行きます。この雀荘は昔競技麻雀の会場として対局をしていました。今はそのセット雀荘がなくなって跡地にズーが入っています。こちらが麻雀ズーですね。タク数日本一の55タクと書いてあります。久しぶりに匠にお邪魔しております。主催者の店長さんです。店長です。こんにちは。僕1年ぶりの開催ということで、ね、楽しみにしてきました。ねえ、本当にこういうご時世なんでね、知り合いだけで楽しいというより10年ぐらいやってるんですよ。13年目。すごい喋るよ。もともとはどういう場だったんですか？ネットのサークルがあって、そこの中で麻雀強いやつだけ集めて麻雀打とうぜみたいなのがあったんだけど、いつの間にかあいつも連れてきていい、こいつも連れてきていいみたいな感じで好きな人を集める会になっちゃう。麻雀ガチ勢が多いっすよね。ああ多いかもね。匠のメンバーからプロになったとか、憲法講談社上り詰めたとか。そうですね、これ言っていいのかな。プロになったのはたくさんいるよね。やっぱり長年打ってるとみんなプロになってっちゃって、このサークルの趣旨はプロもアマも関係なく好きに集まれるってことがコンセプトなんで。積極的に募集してるわけでもないです。あ、ないなんかね、人が人を呼んで。動画顔出しても大丈夫ですか？自己紹介とちょっと意気込みを教えてください。マーチャー池袋アルバイトの小林出たけです。取っております。彼は強いんですか？ぼちぼちですね。ナッパぐらいです。池袋の変態イエロージャン氏、大滝俊也です。よろしくお願いします。彼のジャン力のポジションどんぐらいですか？ギニュー特戦隊の誰かぐらい。結構ある。そこそこ強いです。総合力は。日本プロ麻雀協会の山田和真です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。例えるとどのくらいですか？例えると、53万だよね。麻雀全体でも安定した。麻雀全体で言うと、2019年、社員の中で、かっこいい。2019年400分の1位。とんでもない強敵が現れました、はい、社員ナンバーワンの和真さんと一緒で協力させていただきます。よろしくお願いします。もう強いな感覚で分かっちゃう。おさやかくらが真面目に打ってるのに嫌になっちゃう。空気感が仕事でしか一緒に打たないんで。まあそうっすね。麻雀のスタッフのチーム。2000は2300。日本で一番麻雀50店舗あるんですけど、一番強いビルが池袋。カズマさん率いる池袋グループ。池袋がぶっちぎり。まあそうです。はい。はい、結構上がりましたね。2.4 短期間でものすごい成長じゃないですか。精神と時の部屋でひたすら戦い続けてるようなもんなんで、毎日。間違いない。毎日真剣で切り合ってる。麻雀上がれるっていうのが特徴的ですよね。リーチ判断結構変わりませんか？先輩だとあんまり深く考えずにリーチ打っとけば大体大丈夫みたいなとこあるんですけど、僕あんまり打ったことがないので。親の時ですね。親のボッパーどんどん黙んのって言ったら、まあ親のボッパークラスだと変わんないんですね。まあ愚形な穴とか、愚形な穴はそうですね、変わってくるかなと。ただその発生率が6回セットです。判断が変わる回っていうのが少なすぎてもあんま気にしてない。和本語になれるっていうのの方が対応する人が多い気がする。ああ、いいかもしれない。慰めなチームだけど、ロケンの先生チームの6、はい、見どころは6、2、6、2、9、はい、はい、スティーピンでも流れた？はい。人柄が溢れてる。解説の YouTube の解説だけど、ありがとうございます。ここにいる。5000バックス。これ飛び上げ、飛び上げ。
マーチャン最強の池袋軍団との2戦目が始まりました。親番スタートでドラガナン。3人とも現役メンバーで、普段から毎日マージャンを打ち込んでいるだけあって、無駄なモーションがなく、モーターが非常に綺麗です。今回の対局では、4人の打牌のモーションに注目をしてほしいです。早送りはしていません。事前に何を切るか考えていて、テンポのいい対局です。初が重なって、チュン切り、待ち番中に何を積もったら何を切るか考えています。ピンズの下がくっついたら、マンズのペンチャーを払っていく予定です。流れるように曲が進んでいきます。打牌はソフトで、ほとんど兆候がありません。和気あいあいと雑談しながらこの速度です。メンバーは仕事としてお客様と麻雀を打ちます。失礼のないように麻雀のフォームを教えてもらいます。ツも3番でローピン切り、ウッパーピンでリーチをかけます。親の先生の2面テンパイ。リーチが入っても打牌速度はあまり変わらず、一定のリズムで曲が進んでいきます。このリーチはウーピンを積もってリーズも裏1、2000オールの上がりとなりました。トーン1曲1本場、親番中でドラが1ピン。手牌はピンズで1面2できています。マンズの2面とソーズのカンチャン。三シャンテンになっています。チーソーが重なってチュン切り。四つ目のトイツです。ツもパーソーでチーソー切り。ソーズでメンツができました。九巡目に下茶の山田選手が赤馬を切って、下茶のウーピンをポンします。赤馬はトイメンが鳴きました。赤を切ってのワンフーローなので、ほぼポンテンです。ツも数万でチーマン切り。数層切っての完全インシャンテには受けませんでした。下茶の仕掛けが単ヤオであるならば、残っている筋はサブローソーとスーチーソーです。赤ウーマンを切っていて、ウーピーをポンしているので、ソーズが本戦となります。数層を残して、2、3、4の3色を見ます。山田選手がイーソーを照らしします。厄介やトイトイの可能性が高くなりました。この曲はトイ面が数層積もって、タンヤを赤赤。1200は1100、2100の上がりとなりました。トン2曲、ペーチャドラは9番。手配はトイツが3つと、2メーター圧があります。ウーストがアンコになってイーソー切り。ペンチャンを払って、タンヤを見ます。ツもローピンでイーピン切り、ペンチャンを落としていきます。自順にスーピンがアンコになって2ピン切り、8巡目に下茶の山田選手からリーチが入ります。一発目のツモはパーソーで現物のチーピン切り、12巡目に親の山田選手がリーチをツモ、赤ウーピンを使った2面テンパイで、リーズも白赤、4000オールの上がりとなりました。トン2曲1本場ペーチャドラはパーピン、ツも初で数層切り、手牌は自牌の統一が3つあります。トンをポンして9ピン切り、マンズの本一が本線で、ツモによっては、2位層や小数 C になる可能性があります。白をポンして2枚ゲルのチュン切り。2フールをしてリアンシャンテンです。トイ面からリーチが入って、一発目に1枚ゲルのペイを切ると、リーチに包充。2600は2900の失点となりました。トン3曲、シャーチャードラはトン。手配は4トイツあります。パーマンが重なって難切り。イーシャンテンになりました。サブローマンを積もれば、イーペイコーの形で、メンツテの可能性もまだ残します。数層を積もってテンパイ。ローピンを切ってリーチをかけます。マチはど真ん中のウーピン短期。メンタンチートイツなので、中チャンパイでも即リーチをかけました。赤ウーピンを積もれば、3000、6000になります。ポジティブシンキングです。リーチ後に親が2フールをして押し返されますが、終盤にウーピンでローン上がり、6400の上がりとなりました。なんちゃドラはローピン、ツもウーピンでペイ切り、手配はトイツが3つあります。ドラ表示牌のウーピンにくっつけて、リーチドラ1を目指します。ツも3万で初切り、マンズで1通の可能性があります。10巡目に親からリーチが入ります。一発目は現物の白切り、流し番岩継続中です。自順にチーマンを積もってトン切り、ツも初で難切り、同順に山田選手から追いかけが入って2件リーチとなりました。トイメンが2ピンを勝負すると親に包充、メンタンドラ裏さんで1万8000の横移動となりました。トンラス1本場なんちゃドラはトン、ローピンを積もって2ピン切り、手配はドラがジャン頭で2シャンテン、ツもパーソーで白切り、3つ目の2面ターツができました。ツもトンでチーピン切り、ドラがアンコになりました。ピンズのカンちゃんを払います。ツも数ピンでチーソー切り、ピンズが連続系でソーズの2面ターツを払いました。自順にパーソーが重なってウーピン切り、2面のイーシャンテンです。初を積もってチーピン切り、余剰牌を安全牌に切り替えます。ツも数層で初切り、受け入れを再現にします。終盤にトイメンからリーチが入って現物のパーソーを切ってまいります。トンラスはトイメンの一人テンパイで流局、ノーテンマップで1000点を払います。何一曲、親番中2本場でドラが初。手配は純ちゃんと789の3色が見えます。ペンサンズを打ちしてウーソー切り。純ちゃんと3色狙いで仕掛けていきます。9層が重なってイーシャンテン。9万を打ちしてテンパイ。ペン3ピンで純ちゃん。2900の手です。
終盤にトイメンが勝負した3品でロン上がり2900は日本馬で3500の上がりとなりました。親番での連チャンとなります。難易局親番中3本馬ドラが3品ツモ初で9品切り、トイメンが模試点が300点で500オールを積もればトップになる局面です。ツモ9万で E ピン切り、自順に E マンを積もってリャンゾー切り、役配の重なりを見ました。ペン3万が埋まって初切り、ツモ3増でトン切り、E シャンテンにやりました。自順にウーピンを積もって E マン切り、ツモウーピンでリーチをかけます。待ちは関数層。この曲はトイメンに押し返されてパーピンを積もぎりすると単野をドラ1に補充。2000は2900の失点となりました。何2曲ペーチャドラは E 層。手配は春月の軽い手です。パーマンが重なって E ピン切り、E ツモです。ローソーで E ペイコが完成する形。ツモ6万で9ピン切り、5、6、7の3色の可能性があります。ツモチーマンでリャンゾー切り、カンちゃんが埋まって E シャンテン。自順に高めのウーマンを積もって、ウーソー切りリーチ。マチは6球層で3色が確定しています。安めが面ピン3色、高めが面単ピン3色になります。7巡目に親の山田選手から追いかけリーチ。勝負どころとなりました。人間力が試されます。しばらくめくり合いが続きます。終盤に山田選手が赤ウーピンを積も、カンウーピン待ちでリーズも赤ドラ、4000オールの上がりとなりました。何2曲1本馬ペーチャドラはパーピン。3巡目に上茶からリーチが入ります。一発目は現物のリャンマン切り、手配はドラが浮いていて重たい形です。勝負になりません。現物を合わせ打ちして檻に回ります。この曲は終盤にトイメンが関数マンを積もチュンドラさんで2000、4000は2100、4100の上がりとなりました。ラス前シャーチャドラは6万21900点持ちです。トップが山田選手で4800点、ドラの6万を積もって白切り、両面多発ができました。4巡目に上茶からリーチが入ります。一発目は自敗のシャー切り、10巡目にラス目の親のトイメンから追いかけリーチが入ります。完全安牌がありません。親に通っている1万を切ります。ツモウーマンで再び安牌がなくなりました。スジのリャンズを切ると神茶のリーチに補充、折り打ちで2600の失点となりました。オーラスなんちゃドラは数万です。チューンが統一ですが親の切ったチューンをスルーします。19300手持ちの3着目で打点が必要です。4巡目にトイメンがパーマンをつもぎりするとワンフールをしていた山田選手がロン上がり、2戦目は3着で終了となりました。マーチャオ前提最強の池袋軍団の2019年度1位のカズマさんときまして、堀内は4着3着で山田カズマさん連勝でした。マジ、さすが山田さん、一本出るんじゃないですか。抵抗不足ですね。本日のマージャンの成績は10ハンチャン打ってトップ4回、2着1回、3着2回、4着3回です。みんなでご飯を食べに行くところです。先にホテルチェックインしました。歌舞伎町の夜の街を歩いていきます。ありました、町田が選曲の穴場になります。1年間休止してたんですが、やっと再開できたってことで。1年やってなかったっけ。1年やってないよ。1年以上じゃない。これからまたどうなるか分かりませんが、できるだけコンスタントにやっていきたいと思います。まだ来てください。乾杯。来年しようぜ。ちょっとこのご時世なんで分かんないけど、今日も楽しんでもろてありがとうございました。また来月。お疲れ様でした。